君の偽物に恋をするプレイしていきたいと思います。いや、なんか BGM からしてこれすごい泣ける雰囲気が出ておりますね。はい、まあ早速やっていきましょうかね。はじめから、うん、またこのね、最初のタイトルと、なんつうんだろうね、あの穏やかな泣けそうな雰囲気からのこれが出てくるとちょっとびっくりするよね。ちなみにこのゲームの作者さんは、まあ、前回プレイしている君に心臓をあげたいの作者さんと一緒ですね。はい、だから多分バッドエンドルート踏むとすごいむごいのが来るんでしょうね、きっと。お、吐く息の白さと降る雪の多さに嫌気がさす子供こ…ろろろろし…待ってね、すっごい勢いで言いました、待ってなかったね。子供の頃は雪が降っただけで嬉しかったはずなのに、今は不便さや不快感を抱くようになってしまった。なんかわかるかも、雪降るとうわ雪だってすごいなる。どうして変わってしまったんだろう。急ぎ足で会社までの道を歩きながら一日のスケジュールを思い浮かべる。9時から小説家の先生と打ち合わせで、なんかのプロデューサーさん、違うか、担当なのかな、小説家さんの。ビルの隙間から差し込む光を眩しそうに見つめる横顔。10時からは後輩の書いた記事のチェック。少し先を走っては転ぶ危なっかしい後ろ姿。これは元カノのことを思い出してそうな雰囲気じゃね。男は引きずるっていうかんな。10時半には外回りに行きたいよな。どのお店に入っても何をしていても幸せだと微笑んでくれた。泣き顔なんて見たことがなかった。ああ、また余計なことを考えてる。僕はこの街が嫌いだ。この場所にいると君のことを思い出してしまうから。それでも僕がこの街から離れられないのは、ここにいればいつか君が帰ってくるんじゃないかと期待しているからだと思う。スマホで時刻を確認する。余裕を持って家を出たせいか、まだ出社までには十分に時間があった。僕は駅付近にある欅並木の続く通りへ足を運ぶ。そのまま5分ほど歩き進んだところで懐かしい光景が視界に入った。つい2年ほど前まで僕はここにある小さなカフェでバイトをしていた。おお、カフェでバイトとか、なんか上級者っぽい、なんかレベル高い人しか働けないイメージ。そこにお客さんとして現れたのが刹那だった。初めて会った時、刹那泣いてたんだよな。元カノの名前、過去を思い起こしながらぼんやりと店内を覗き込む。いそいそと働く店員に見知った顔はいない。僕が働いてた頃にお世話になった店長も体を壊して病気療養中だと聞いた。今は店長の弟さんが代わりをしているのだとか。僕の視線の先は自然とあの席へ向く。かつて彼女が座っていた場所。すっげー引きずるやんこの人、重たそう、メンヘラ系な気がする。え、何気なく眺めただけだったけれど、目の前の光景に僕は釘付けになる。嘘だろ。あまりの衝撃に自然と声が漏れていた。彼女いた、あるはずのない姿が。待ち焦がれ続けた横顔がそこにあった。僕は流行る気持ちを抑えきれず店内へ入った。いらっしゃいませ、何名様ですか。ちょっと応対する店員の声を無視して彼女の座る席まで歩くと、スマホの画面を見つめる彼女に向かって声のボリュームも気にせず叫ぶ。刹那、わあ超美人。スーツを着ているからだろうか、あの頃のあどけなさは感じられなく、最後に会った時よりも髪も随分と長くなっている。彼女の姿は自分の知らない綺麗な大人の女性のように見えた。僕の声を聞いた刹那がゆっくりとこちらに視線を移す。刹那、ずっと探してたんだぞ。今までどこに行ってたんだ。急にいなくなったりして。彼女を一目見ただけで思いが言葉になって溢れてくる。すっごい相手キョトンとしてるけど、表情を変えることなく彼女はぼんやりとこちらを見ている。多少雰囲気が変わっているこそいるが、変わってこそいるが、今僕の目の前にいる女性は2年前にこの場所で出会い付き合うことになった女の子。1年前、何の前触れもなく目の前から忽然と姿を消した僕の彼女。
刹那に違いなかった。すみませんお客様、周りのお客様の迷惑になりますので店内ではお静かに。失礼。とりあえず受付まで戻っていただけますか。横から知らない声が聞こえぎょっとする。店員がイライラしながら僕に話しかけていた。申し訳ない。刹那に夢中で店員の存在に気づかなかった。ああ、いや、今はそれどころじゃ。この機を逃せば、もう二度と彼女に会えないかもしれない。あれ？反応しない。他人に構ってる暇なんてない。いや、店員さんにはちゃんと言うこと聞いて。店員さんのだな。嫌な焦燥感に駆られる僕の耳に。すみません。この人、私の知り合いです。おお、本当に知り合い？なんかすごいキョトンとしてたから。他人なのかと思ったけど。あ、また反応しない。懐かしく優しい声が聞こえた。あ、お連れのお客様でしたか。はい、ご迷惑をおかけしました。刹那が店員にペコリと頭を下げる。その丁寧な仕草は僕の死ぬ彼女とはかけ離れていて、そのことに少しだけ違和感を覚える。別人とか。とりあえず座って。彼女が目の前の席へ座るよう僕を促す。ああ、ありがとう。僕は言われるがままに席に着いた。ではごゆっくり。連れなら最初からそう言えよ。怒られた。店員がぶつくさと文句を言う声が耳に入るも、そんなこと今の僕にはどうだってよかった。さっきはごめん、久しぶりだったから動揺しちゃって。頭をかきながら彼女に詫びる。いや、でも本当久しぶりだね。一年ぶりだよな。一年か。でもこの彼女っていうところの名前が刹那って変わらない時点で、これもう別人なんだろうな。刹那は少しだけ考えるような素振りを見せると口重そうに話を切り出した。どちら様ですか。彼女の言葉に僕はカップを取ろうと伸ばした手を止める。どちら様って。何の冗談だよ。僕は、なになにこれ、どっちがいい。君の彼氏だよ、君の彼ピだよっていう、なんかこの空気感の違い。しかもなんか、すっごい不穏な空気流れてる。ちょっと待ってね、一回セーブしてくる。はい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 。カレピで行ってみる。カレピで。カレピ。いける？怒ってるかも。僕の言葉を聞いた彼女の表情が一瞬にして曇る。私の彼氏？それ、何の冗談ですか？これって、流行りのナンパか何かですか？すごい怒ってるよ。だとしたら最低ですね。店の中で周りの人に迷惑かけて。ナンパって何言ってんだよ。あなたこそ何を言っているんですか？だって私たち初対面ですよね。刹那のよそよそしい態度に僕の嫌な胸騒ぎのようなものを感じていた。何？記憶喪失とかそういうわけではないの？1年という歳月で人はここまで変わってしまうものなのか。喋り方も雰囲気もあの頃とは全然違う。これではまるで本当に他人みたいじゃないか。初対面ならさっきのは何だったんだよ。さっきの？知り合いだって話してくれたじゃないか。もう店員さんにね、気使わせるわけにはいかないからじゃない。はあ。彼女は僕を責めるような口調で言葉を続ける。だって、ああでも言わないと店員さんが納得しなかったでしょ。下手すれば迷惑な客がいるって通報されてましたよ。気遣いありがとう。いや、やっと会えたのにこんな仕打ちを受けるなんて。でも仕方がないのかもしれない。あの日、刹那が僕の前から姿を消した日の前夜、彼女から珍しく電話があった。あの時僕は彼女に対して不誠実な態度をとってしまった。何を言ったの？そのことが彼女を傷つけてしまったんじゃないか。刹那が最後に電話をくれた時、仕事の忙しさを言い訳に僕は君の話をちゃんと聞かなかった。ごめん。ずっと謝りたいと思ってたんだ。何の話をしているのか本当にわからないんですけど。彼女の表情からはなおも警戒の色がうかがえる。嘘や冗談を言っているようにはとても見えなかった。君は刹那だよね。バカな質問だとは思わなかった。
むしろ望まない答えが返ってくるような気がしていた。いいえ、私の名前はトアですよ。刹那に対してトアってのがね、なかなかいいね。刹那さんって誰ですか？彼女と話をし始めてから抱いていた不気味さや違和感、その正体に僕はようやく気づいた。まさかの別人。この子は僕の知る刹那とはあまりにも中身が違いすぎる。でも容姿は彼女そのもので、まるで彼女のドッペルゲンガーに出会ってしまったような、そんな薄気味の悪さ。トアさん？はい、なので人違いだと思いますよ。こんなことが本当にあり得るんだろうか。人違い？また選択肢が。そんなはずはない。証拠を見せてくれ。これで免許証見せてもらうっていう手はある。でもな、個人情報載ってるしな。どうなんだろうか。なんかこの主人公ならその免許証から住所見て、追いかけかねないよな。ちょっと待ってて。てかこれ君のカレピだよはあれだったのかな、正解ルートだったのかな。そんなはずはない。証拠を見せてくれ。はい。君が刹那じゃないってことを証明してくれ。そうすれば諦めがつく。なんで私がそこまでしなきゃいけないんですか。本当に人違いだったらごめん。でもどうしても納得がいかなくて。はあ。彼女は短くため息をつくと、観念したような表情で口を開いた。わかりました。でもその前に、あなたがタチの悪いナンパ野郎じゃないという証拠を見せてもらえますか。タチの悪いナンパ野郎、そんな風に思っていたのか。写真とかないの？彼女と一緒に撮った写真とか。あ、ごめんなさい。さすがに言い過ぎたかも。いやまあしょうがないよね。いやいいんだ。君の立場からすればその通りかもしれない。しかしナンパではない証拠か。何でもいいですよ。例えばそうですね。あ、写真とかどうですか？そうだよ。見間違うくらいなんだから、私に顔そっくりなんですよね。写真は？ないの？それはちょっと怪しいわ。ないかな。刹那は不思議と写真を撮ることを嫌った。何度か無理にツーショットを撮ろうと試みたことはあったが、僕がデータを消すまで決して許してはくれなかった。そうなの？ないんですか？彼女なのに？これダメだな。じゃあ来想は？ LINE か。何か恋人らしいメッセージを送り合ったりとか。でも他人に来想を見せるのは嫌ですかね。刹那は、彼女は携帯を持ってないんだ。これはタチの悪いナンパ野郎だな。彼女は自身の履歴が残る行為を嫌った。何それ？なんか悪いことしてたんじゃない？その人。だから僕らが普段会うときは時間を決めて待ち合わせをしていた。不便。僕は彼女に連絡先を伝えていたけれど、電話をかけてくれたのはいなくなる前日の一度きりだった。本人はアナログ人間だからと笑っていたが、今考えてみると少し妙であったとは思う。いや怪しすぎるでしょ。証拠何もないんですね。やっぱりただのナンパじゃないですか。声の下方へ目を向けると、トワがムッとした表情でこちらを見ていた。もうグーの音も出ねえ。私今就活中であまり時間がないんですよ。ああ、それでスーツを着て。なので用がないならもう行きますね。彼女は自分の支払い分をテーブルに置くと席を立とうとする。ちょっとどうする。今呼び止めなければもう二度と彼女に会えないかもしれない。僕は彼女の肩を掴む。彼女の肩を掴まない。掴んだら嫌がられそうだよな。ちょっと待って。はいはい、戻ってきた。一応初対面だしな、いきなり肩掴んだらちょっとってなりそうだしな。いや俺だったら掴まれたら、女性の立場でだよ、いきなり男の人に掴まれたら怖いって思うしかないから掴まないかな。いいねいいね。時間をとって申し訳ない。その僕の勘違いだったんだと思う。ごめん。ちょっと困ってる。僕の態度にトアは少しだけ罰の悪そうな表情を見せた。いえ、私の方こそ初対面でいろいろと失礼なことを言ってしまいました。いやまあしょうがないね。ごめんなさい。それじゃあ私本当に時間がないので。そうだよね、ごめん。正直なところ
まだ彼女を返したくはなかった。聞きたいこと、確認したいことは山ほどあるし、何よりまた会える保証なんてどこにもないからだ。それでも今これ以上の追求は彼女を不快にさせるだけな気がした。就活頑張って。ありがとうございます。それじゃあさようなら。あ、これ大丈夫？エンディング入っちゃうんじゃない？帰り際トワが微笑んでくれた。その表情はほんの少しだけ刹那に似ている気がした。エンディング？今日も疲れたな。夜20時過ぎ、仕事が終わり帰り道を一人歩く。正直今日は仕事が全く手につかなかった。上司は愚か、後輩にさえ上の空だと注意される始末だった。それもそのはずだ。1年間待ち続けた恋人と瓜二つの女性に突然出会ってしまったのだから。やっぱりあれは刹那だったんじゃないか。信号が青に変わるのを待ちながら今朝の出来事を思い起こす。なんだろうこの雰囲気、すごい車に轢かれそうじゃね。連絡先くらい聞いておけばよかったな。街の明かりをぼんやりと眺めながら後悔を口にする僕の耳に、うわ、彼女の声が聞こえた気がした。おお、よかった、肩つかまなくて。なんか正解ルート踏んでるっぽい。驚いて横を見るとそこには、いたね。またあなたですか。やっぱりストーカーなんじゃないですか。就活終わりであろう彼女の姿があった。まさかまた会えるなんて、これ運命感じちゃうね。いや、偶然だね。本当に偶然ですか。本当に偶然、多分。まさか待ち伏せしてたんちゃう。彼女に疑われ、僕は慌ててかぶりを振る。いやいや、本当に偶然だから。ここ僕も帰り道だから。それにこんな寒い中待ち伏せなんてさすがにしないよ。それもそうですね。すみません、気のせいだろうか。今朝に比べるとあまり元気がないような気がする。就活落ちたんじゃない？もしかして、就活うまくいってないの？おこなの？彼氏どうなん？この距離感なんか彼氏の距離感不明すぎるんだけど。ちょっと待っててね。これは愚痴聞いてあげる。就活うまくいってないの？おこなの？上だろ。え？就活中だって聞いた気がしたからさ。元気がなさそうだったから面接とかでうまく話せなかったのかなって。ごめん、余計なお世話だよね。いえ、平気です。それ図星ですから。どうやら僕の予感は的中したらしい。僕は今朝の反省を踏まえ、彼女とできる限り普通に接することにした。極力刹那の話題を出さないように、トワという一人の就活生と会話をしようと心に決めた。おお、いいことだ。これもまた余計なお世話だと思うけど、僕でよかったら相談に乗るよ。これでも一応社会人だし。え？彼女が驚いた表情で僕の顔を覗き込む。会ったばかりの相手にこんな提案をしたら、それこそナンパだと疑われてしまうかもしれない。その正直な話、就活を始めてから手応えのようなものが全くなくて、けれど周りに相談できそうな年上の人もいなくて、だからとても助かります。頼られちゃった。彼女の言葉に僕はほっと胸をなで下ろす。どうやら僕の提案は彼女には好印象だったようだ。それにと彼女が付け足す。何何？事情はよくわかりませんけど、あなたが一生懸命なことは伝わりましたから、悪い人ではないんだろうなって。あ、そういえばお名前。あ、本当だ、シュウヤンです。彼女のことを刹那本人だと決め込んで話していたせいか、自分の話をすることをすっかり忘れていた。僕は桜井秋文。おー、いいね、桜に秋って入っちゃってるよ。桜井さんですね。うん、出会って間もないから仕方がないとはいえ、刹那と同じ顔と声で名字を呼ばれるのはちょっと答えるな。刹那は僕のことを最初から名前で呼んでいたし。嬉しいね。おなんだなんだこれ、どっかで聞いたことあるような不穏な BGM が。あれ、刹那ってどんな声してたっけ。刹那の姿が
目の前のトアと重なっていき、彼女の存在が不透明になっていく。ああ、これで君の偽物に恋をするってことになるわけか。ああ、うん、ごめん。考え事をしている場合じゃないな。目の前の彼女は刹那本人ではないのかもしれない。それでも刹那と何かしら関わりのある人物ではある気がする。トアと接点が作れるこのチャンスを逃すわけにはいかない。僕は思い切って彼女に提案をしてみることにした。もし嫌じゃなかったらさ、連絡先交換しませんか？え？彼女の反応が意外で、僕は少しだけ動揺する。ごめん、嫌だった？ううん、そうじゃなくて、桜井さん、今朝はものすごい勢いで迫ってきたのに、今回はやけに慎重だなーって。なんだかそれおかしくて。いや、あの時はアドレナリンがドバーッと出てたというか。何ですかそれ。来袖でいいですよね。彼女はスーツのポケットからスマホを取り出す。実はですね、彼女はスマホに視線を向けたままつぶやいた。はじめに桜井さんに声をかけられた時、この人は何の話をしているんだろうって疑問はあったんですけど、嫌悪感とか嫌だなって気持ちはあんまりなかったんですよね。おーおー、脈ありやん。これもいきなり声をかけられたのに、それってなんだか少し不思議ですよね。記憶喪失とかじゃないの？違うの？もうちょっと。今日はカフェでトアに就活のアドバイスをする約束をしていた。ってことは私服の彼女が見れるかもしれない。最高やん。空いてる席へどうぞ。トスクに意識するでもなく、僕の足はあの席へ向かっていた。まあ自分のね、思い出の場所だもんな。席に座ると窓の外の様子をぼんやりと眺めながらトアが来るのを待つ。約束したはいいけれど、もしかしたら彼女は来ないかもしれない。いや、もしかしなくともだ。常識的に考えてみれば、昨日会ったばかりの男から就活のアドバイスだなんて本当に余計なお世話だよな。はあ、来る？あれ、来なそうじゃない？あ、来なそう。え？ごめんなさい。ああ、あ、いや、刹那か？泣いてるもんね。いや、本当にそっくりじゃん。初めて会った時の刹那は、あ、そういえば泣いてたって言ってたね。まるで子供が叱られたみたいに瞳に涙をためていた。君が食い逃げをしようとした子。そうなの？食い逃げだなんて、そんな人聞きの悪い。この日店長不在の職場でちょっとしたトラブルが起きていた。高校生くらいだろうか。目の前の彼女が支払いを済ませずに店を出ようとしたらしい。困り果てた同僚はバイト歴の長い僕に判断を任せたというわけだ。財布は？持ってないです。財布がないことにはいつ気がついたの？最初から知ってました。なんか開き直ってるこの子。最初から知ってたのにランチセットを頼んだ？はい、美味しかったです。なんかやばい子だなこの子。ああ、ありがとう。じゃなくて、食べた後支払いはどうするつもりだったの？食べ終わるまでは考えてませんでした。それを食い逃げというのでは？はっ、おバカだ。はめられた。誘導尋問だよこれ。どういうこと？彼女は再び悲しげな表情でうつむく。表情のコロコロ変わる子だな。かわいいね。でもまだここにいます。あ、逃げてないので食い逃げではないです。まあ確かに。それはへりくつでは。まあ居座るやつは居座るかな。うう、まあいいや。携帯で家族に連絡取れる？携帯持ってないです。ああ、そう。困ったな。とはいえ、このまま返してしまうのは彼女のためにも良くない気がする。とりあえずこの紙に住所と名前書いてもらえる？そうしたら今日はもう帰っていいから。決めつけるのにはまだ早いかもしれないが、彼女は嘘の連絡先を書いてその場をやり過ごそうとするような子ではない気がしていた。彼女はしばらく考え込むと紙に小さく文字を書き込んだ。刹那さん？
それ以外は何も書かれていない。困ったな。食い逃げをしたのが家族に知られるのはさすがに罰が悪いのだろうか、もしくは家族と連絡を取れない事情でもあるのか。例えば家出をしてきたとか。何にせよ難しい展開になってきたな。僕が困り果てていると、ちょうどいいタイミングで店長が帰ってきてくれた。お、店長。僕は店長に事の顛末を説明し、そのまま彼女の応対を任せることにした。これが僕と刹那の出会いだった。とんでもない出会い方だな。刹那もまあ偽名の可能性あるもんな。ってことは本当にトワが本名で本人なんじゃないの？違うのか。桜井さん？あ、スーツで来たんだ。私服じゃなかった。気がつくとトワが不安そうに僕の顔を覗き込んでいた。ああ、ごめん。どうやら僕はトワを待つ間に眠ってしまっていたらしい。仕事の疲れが取れてないんじゃないですか？大丈夫ですか？いや、全然大丈夫。そんなことより今日はありがとうね。いえ、こちらこそありがとうございます。正直な話、今日は来てくれないんじゃないかと思った。どうしてですか？冷静に考えてみたら、僕ってだいぶ怪しいやつだったし。うん、ほんとそう。はは、確かに。でも約束しましたからね。約束はちゃんと守らなきゃ。いい子。きっと彼女は誠実で素直な性格なのだろう。それじゃあ早速始めようか。はい、よろしくお願いします。トワはカバンからノートを取り出すと僕に差し出す。すごいな。ノートには現状面接を進めている企業や業種などの詳細な情報が丁寧にまとめられていた。これだけわかりやすく情報がまとめられて、ナンパ野郎の僕への応対も丁寧だったから、きっと面接も問題なわ、え、もんならちょ待てないよ、面接も問題はないだろうし。ナンパ野郎って自分で言っちゃってる。これでは僕の出る幕なんてないのでは。僕は少しでも彼女の力になれないかとパラパラとノートをめくる。寿司丸総合職3次面接まで合格。朝日電機事務職2次面接まで合格。空文庫営業職次が最終面接。止水道総合職3次面接まで合格。なんか結構合格してね。その他数種の企業の説明会に参加予定。なんというか職種がバラバラだね。寿司とかあったよね。そうでしょうか。この中で第一志望はどこなの？第一志望ですか？トワが首をかしげる。そのまましばらく黙り込んでしまった。考えがうまくまとまらない。しっくりくる言葉が見つからない。彼女からそんな雰囲気を感じ取れた。もしかしたら就活がうまくいかない理由って、トワさんはさ、自分のやりたいこととか夢ってないの？やりたいこと？彼女の瞳から光が消えかけていることに気づいた僕は慌てて言葉を付け出した。難しく考えなくても大丈夫だよ。子供の頃何になりたかったとか、プリキュアはダメだぞ。誰といる、何をしている自分が好きとか、そういう話で十分だからさ。ありきたりな話かもしれないけど、就職活動の第一歩は自分が何をしたいのか、すなわち自己分析から始まるのだと思う。自分のことがわからなければ、膨大な数の職種から自分に合った仕事を探すのは難しいことだろう。わからないです。え？子供の頃になりたかったものも、何をしている自分が好きかも、よくわかりません。淡々と話をする彼女の姿は痛々しくもあり、彼女はもしかしたら空っぽなのかもしれないと思った。え、記憶喪失なんじゃない？やっぱこれまで全部他人が決めてくれたから、考えたこともなかったです、自分が何になりたいかなんて。そうなんだ。はい、やっぱりこのままじゃ良くないですよね。うん、そうかもね。会社は新しく入る人のやる気や熱量を面接で見ている。そういう意味では彼女は他の就活生に比べると不利な状況にいるのかもしれない。
桜井さんの仕事の話を聞かせてくれませんか？僕の仕事の話？はい。桜井さんが今されているお仕事に対してどう思っているのか、どうやってその会社を選んだのか、参考に教えてほしいです。深夜残業、急な依頼のキャンセル、出戻り、上司の怒鳴り声、仕事と聞いて僕の脳裏に嫌なイメージが次々と浮かぶ。ダメだダメだ、これから社会人になる彼女に悪い印象を与えるのは良くない。僕はできるだけ本音を隠して慎重に言葉を選んだ。雪代ん？雪台車？雪代車？わかんねえな。って知ってる？わかります。県内で結構有名な出版社ですよね。そうそう。僕はそこで働いているんだけどさ。そうだったんですね、エリート。そう。僕さ、子供の頃から本を読むのが好きで。ああ、それで自分の好きなことを職種にできたと。すごいね。でも、しゅうやも、とわちゃんではないけど、特にやりたいことってなかったんだよな、自分の人生。だらだら過ごしたいっていうのはあるかも。どんな形であれ、本に関わりのある仕事がしたいなって思ってたんだ。それで出版社に？うん。僕が思う出版社の一番の魅力は、誰かの門出に立ち会えるところかな。とわが頭にハテナを浮かべたような表情をする。小説や漫画を書籍にするときにさ、漫画家さんや小説家さんの話をたくさん聞くんだよ。自分はこういう思いで作品を描いている。こんなものを世の中に出したいんだって。一生懸命語ってくれるんだよ。中には寡黙な人もいるんだけど。でも、胸の内にはすっごい熱いものを持っていて。そういうさ、作り手の思いとか夢を聞くことができて、その夢を一緒に形にできるところが僕は好きで、彼女のために綺麗事を並べるつもりだった。でも、とわに説明をしている内容のすべてが、嘘偽りなく自分が仕事に対して感じていた魅力で。ごめん、出版社で働いてるくせに話にまとまりがないね。いえ、とても素敵だと思います。僕の話を聞いたとわがポツリとつぶやいた。私も見つけられるのかな、自分のやりたいこと、なりたいもの。これでなんかね、とわちゃんの人生のきっかけになればいいけど。ん？これ刹那してんじゃない？なんか刹那はやりたいこといっぱいありそうだよな。なんかプリキュアになるとか言いそう。どうしようかな。よし、決めた。 B ランチセットで。彼女は翌日も僕のバイト先に顔を出していた。すげえメンタルだな。食い逃げで捕まりそうだったのに次の日また来たの？食い逃げ犯がどうしてまたここに？食い逃げ犯じゃなくて刹那ね。ちゃんと名前で呼んでよね。刹那はムスッとした表情のままパンケーキを口へ運ぶ。お金持ってきた？そしてそんな彼女の様子を微笑ましく見守る店長。何なんだこの状況は。僕は店長にそっと耳打ちをする。どうして今日もあの子がいるんですか？ああ、実はあの後彼女のご家族と連絡が取れてね。もちろんその時にお金は払ってもらったんだけど。ほら、食い逃げ犯じゃなかったじゃん。決めつけは良くないよ。結果的にはそうかもしれないけど。というか、どうしてそんなに偉そうなんだよ。店長の声が大きすぎて、普通に彼女に話聞かれちゃってるし。それでね、聞いてよ、桜井くん。彼女、うちのカフェのメニューが絶品で、毎日でも食べたいくらいだから、ぜひうちで働きたいって言うんだよ。やべえ、メンタル。僕、それが嬉しくてさ。でも一年で辞めちゃったってこと？なんか寂しいな。なんか店長も溺愛してるしな、これ。桜井くん？刹那が不思議そうに首をかしげる。ああ。桜井明文、僕の名前ね。桜なのに、秋って、ちょっと変だね。変とか言われた。言われてみれば。まあ、そういうことだからさ。店長が僕の肩をポンと叩く。彼女、今日からうちで働くことになったからさ。いろいろ教えてあげてよ。なぜ僕が？だって桜井くんが一番刹那ちゃんと年が近いから。え？彼女、高校生ですよね。僕もう22ですよ。
いや、彼女20歳だよ。マジか。え、この子僕と2つしか違わないのか。言動があまりにも幼いから、てっきり高校生かと。可愛いよな。うわー、すごい失礼な人がいる。店長、この人クビにしましょう。誰の権限で？刹那がムスッとした表情で、とんでもないことを口にする。まあ、そういうことだからさ。これからよろしくね、ふみくん。なんだ、急になんか砂嵐が流れてきたよ。これは確かに幸せそうな思い出だな。あ、消えた。ああ、またた。とわと出会ってから、刹那との日々を思い返すことが多くなった気がする。つい先ほどまで、僕は彼女にすって言っちゃう。就活のアドバイスをしていた。僕がとわと会うのは、これで7度目だ。結構合ってるね。彼女も僕のことを頼りにしているのか。この数日で僕らの距離はぐっと近づいた気がする。これはいいことなんだろうか。もしトワが本当にただ刹那に似ているだけの、彼女と全く何ら変わりのない女の子だったら、僕はトワを刹那の代わりにしようとしているのではないか。ダメだ。僕は少し疲れているのかもしれない。今日は早めに寝よう。僕はそのままカフェを後にした。何なんだろうね。なんでそんなそっくりな。え、どっち？あ、刹那、とうとう家デートまで。可愛いんだが。部屋に入ってからの刹那は終始落ち着かない様子で、リビングでペタリと座り込んだまま、キョロキョロと辺りを見回している。刹那でもさすがに異性の部屋は緊張するのかな。ない。何が？エッチな本がどこにも見当たらない。そりゃな、彼女呼ぶってなったら隠すだろうな。ようやく口を開いたかと思えばこれだ。どうやら刹那はどこまでも刹那のようだった。そういえば何年付き合ってたんだろうね。あ、付き合ってた年数はまだわかんないもんね。いなくなってから1年ってだけか。持ってないよ。今は電子化が進んでるしね。ごもっとも。とはさすがに言わないでおくか。一冊も？にわかには信じがたい。何期待してきたんだよ。かわいい。彼女を部屋に呼ぶのはこの日が初めてだった。期待と緊張からか何を話したのかははっきりと思い出せないけれど。ふみくんと知り合ってからもう1年くらいになるのかな。そうだね。今考えてみれば、この頃から彼女は僕の知らないところで悩んでいたのかもしれない。ふみくんは変わったよね。そうかな。そうだよ。当時の僕は仕事を始めてからまだ数ヶ月足らずで、あんまり遊んでくれなかった。刹那との時間を確保することが難しくなっていた。彼女は変わらずカフェでバイトを続けていた。ごめん。あ、違うんだよ。怒ってないないない。ないが一個多いな。ふみくんが出版の仕事を楽しそうに話してるのを見ると自分も嬉しくなるからさ。いい彼女やん。いい意味で変わったなって。ずっとやりたい仕事だって言ってたもんね。はじめは覚えることだらけで、叱られることも多くて大変だった。刹那は変わらないよな。そう？そうだよ。何をするにも子供みたいに目キラキラさせてさ。4、5回見た映画も初めて見るみたいなリアクションで。いやー、それほどでも可愛い。ちょっと天然入ってるところがまた可愛い。あ？バカにされてる？刹那は当たり前のことを当たり前だとは思わずに、毎日を全力で楽しめるような女の子だった。そんな刹那の前向きさが僕の考え方を変えてくれた。大変なことがあっても、刺激のある充実した日々を過ごしていると思えていた。刹那はさ、これから先も今のバイトを続けるつもりなの？どうだろう。今アパートの家賃、家族にほとんど払ってもらっててさ。ほら、うちのバイトって安月給だから足りなくて。こら。ははは。あんまり家族に迷惑かけられないからな。ちゃんと就職して自立しないとだね。そっか。あのさ、もし刹那が良かったらなんだけどさ。僕らまだ付き合って1年だし、就職して間もないから気が早いって思うかもしれないけど。ん？就職してお金を稼ぐようになったら、彼女に伝えようと思っていた。ここで
一緒に暮らさないか？ああ。彼女は自分の過去や家族のことを話したがらなかった。僕もできるだけ触れないようにしてきた。でも、いつかは話してくれると信じている。これから先、共に過ごしていくうちに、少しずつでも彼女の抱えるものを一緒に背負っていきたい。お、大丈夫なのかな？え？刹那は不安そうな表情を浮かべていた。ふみくんが思っているような子じゃないかもしれないよ。それはつまり、実は料理できたり礼儀正しかったりするってこと？ふみくんひどい。料理の下手な礼儀知らずだと思われてる。ふみくんに対してさ、嘘だってついてるかもしれないし、すっごいずるいこと悪いことをたくさんしてるかもしれないよ。食い逃げとかちょこちょこいじるね。茶化すの禁止。ごめんごめん。でもそれでもいいかな。理由を聞かれると困ってしまうけど、悪いところもずるいところもそれも含めて刹那だというのなら、僕はそれでもいいと思う。そっか、ふみくんはそこまでして同棲したいわけだ。しょうがないな、まったく。こんな破局するカップルには見えないぐらいイチャイチャなんだが。刹那の照れ払いが見られただけでも、僕は勇気を出して提案してよかったと思った。それじゃあ同棲記念日ということで、今日から一緒にお風呂入ろっか？マジ？の、思わぬ提案に動揺する僕を見て、刹那が子供みたいにいたずらっぽく笑った。ふふ、やっと勝てた。何の勝負をしてたんだよ。この二人はもしかして清いお付き合いをしているのかな。まあ、いいことだと思うよ。お？これはどっち？刹那視点、飛ば視点。うん？あれ？刹那？ああ、夢か。どうやら明かりも消さずにベッドで眠ってしまっていたらしい。手探りスマホを探し出すと時刻を確認する。24時。もうそんな時間が夜中に誰が来たの？あれ？今インターホンが鳴ったような。こんな時間に来客？怖いな。夢と現実がごちゃごちゃになってるのかな。寝ぼけまなこのまま僕はドアを開ける。怖くない？え？するとそこには予期せぬ来客の姿があった。刹那じゃない？え？なんで家知ってるの？じゃあもうこれ刹那じゃん。とはじゃなくて絶対刹那じゃん。何か飲む？いえ、お構いなく。なんで家知ってんの？トアが僕の部屋で座っている。彼女は不安そうな表情で僕を見つめたまま、ちょこんと正座をしている。その仕草が先ほどまでの夢の内容と対比され、刹那との違いがより鮮明になる。足崩して大丈夫だからね。お気遣いありがとうございます。でもこの姿勢の方が楽なので。そう。やっぱり私、帰った方が。いや、さすがにこんな時間に一人にするわけにはいかないよ、紳士。それに、泊まるところがないんでしょ？それはそうなんですけど。なんでこんなところに？とわの話によると、今日は大手企業の二次面接があったそうだ。そこで面接官に気に入られ、23時まで飲みに付き合わされていたらしい。慌てて予約していたビジネスホテルに向かうも、何かの手違いで部屋がうまく取れていなかったらしく、終電を逃し途方に暮れて歩いていたところ、偶然にもこのアパートにたどり着いたそうだ。いや、偶然で？どうしてトアが僕の住むアパートの場所を知ってるんだ？そうだよね。それも部屋番号まで。絶対刹那じゃん。誰かに聞いたのか？もしくはやはり彼女は。ごめんなさい、やっぱり帰ります。難しそうな表情をする僕を見たトアがその場を立ち上がろうとする。ごめん、困ってはないから。ちょっと考え事してただけで。そうですか。うん、まあとにかくさ、もう少しリラックスしてくれていいよ。ありがとうございます。でもそのなかなか難しいかもしれないです。男性のお部屋にお邪魔するのはこれが初めてなので。
なんということだ。僕のリラックスしていた気持ちが吹っ飛んでしまった。そういえば、桜井さんは仕事でこちらに来られたんですか？トワが気まずい雰囲気を変えようと話題を振ってくれる。ああ、子供の頃からずっとこの辺りに住んでるよ。今は一人暮らしをしているけど、実家がものすごい近いからさ。たまに両親が顔を出しに来たりするんだ。トワがうんうんと相槌を打つ。トワさんは？私も県内ですよ。ここからだと電車で30分くらいかな。へえ、そういえば、トワさんって兄弟はいるんだっけ？いますよ。妹が一人。お、おっとおっと。せつなかそれ。どっちだ？もうどっちなんだ？私が就活中で面倒を見てあげられないので、今は親戚の家に預けています。預けていると言っても、もう19歳なんですけどね。19か。じゃあせつなと年違うな。妹。僕のつぶやきを聞いた彼女が言葉を付け足す。私の両親、亡くなっちゃってるんです。お、急に重い。父は、私が幼い頃に。母は、2年ほど前に病気で。そうだったんだ。トワは自分の胸の内を話し始めた。僕は彼女の話を黙って聞くことにした。彼女がそれを望んでいる気がした。母は、とても教育熱心な人でした。父が亡くなって、お金もないはずなのに。私にいろいろな習い事をさせてくれました。私も母の期待に応えようと必死でした。私は母が作ったものを食べて、母が勧めた学校に通って、ああ、それで自分で決めたことがなかったってことなのか。母に認められた人とだけ関わりを持ちました。母は私に対しては厳しかったのですが、対照的に妹に対しては放任的で、妹からすれば、それがとても気楽だったみたいで、妹は私に全てを背負わしてしまったことを気にしているようですが、当時の私には辛いなとか嫌だなって感情は全くありませんでした。それが当たり前だったから。私の全ては母で形成されていたんです。でも、その母が亡くなってしまって、ようやく気がついたんです。自分に、何も残っていないことに。あ、ごめんなさい。こんな暗い話。落ち込む彼女の姿を見て、僕は仕事が辛くて逃げ出したくなった時に、支えてくれる人たちの顔を思い浮かべた。トワさんは、お母さんのことが大好きだったんだね。え？トワが驚いた表情で僕を見つめる。好きじゃなかったらさ、そんなに頑張れないよ。君は好きなことを一生懸命やってきたんだよ。それはちゃんと残ってると思う。そっか、そうかもしれないです。過ぎた時間は戻っては来ないから、今までのことが全て無駄だったなんて彼女に思ってほしくない。自分が刹那に出会い変わったように、自分の言葉がトワの考え方を変えるきっかけになればいいと思った。だからさ、新しく好きなことが見つかれば、きっとまた頑張れるんだと思うよ。僕の言葉を聞いた彼女の表情が少しだけ和らいだ気がした。不思議です。桜井さんにそう言われると頑張れる気がする。そっか。ああ、あとは素直に嬉しかったかな。嬉しいですか？うん。トワさんのことが知れて。相手のことを知るとさ、その人の人生も自分の一部になったみたいでさ、一緒に生きてるって感じがするというか、彼女は、刹那は自分のことをあまり話してくれなかったから。私を部屋に入れておいて別の女の子との昔話をするなんて、最低ですね。くぅ、ぐうの音も出ねえ。そんな、確かに、言われてみれば、結構失礼かもしれない。はは、冗談ですよ。ありがとうございます。お話、聞いてくれて。本当に別人？いやもうなんか、同一人物でしょ、ここまで来たら。家に来ちゃったんだよ、だって。トワと出会い就活のアドバイスをするようになってから、
2ヶ月が過ぎようとしていた。もうそんなに経ったんだ。僕は彼女に呼び出され、駅近くの通りを一人で歩いていた。ドアは先日、小さな会社の事務職の内定をもらったらしい。おお、おめでとう。けれど自分の本当にやりたいことなのか、このまま就職しても良いものか、まだ決めかねているようだ。僕は彼女の力に慣れていることが素直に嬉しかった。きっと、この気持ちなんだよな。とわと一緒にいると、働き始めた頃の自分に戻れたような気がして、それが僕には少し心地よかった。桜井さん、こっちですよ。とわが僕に手を振りながら近づいてくる。その姿は初めて会った時とはまるで別人で、随分と信用されたんだな。ずっとスーツだね。僕らは二人並んで歩き始める。就活は順調？はい、桜井さんのおかげで。僕は何もしてないよ。そんなことないです。前にもお話ししましたけど、私、就職のことを相談できる相手が周りにいなくて、だから本当に助かってるんですよ。そっか。はい。彼女が突然呼び出した理由を僕はなかなか聞き出せずにいた。告白か？話を聞いてしまったら何かが大きく変わってしまう気がしたから、それが自分の知りたかったことかもしれないのに、不思議と自ら話を切り出そうという気にはなれなかった。人混みの少ない路地に入ったところで、トアが小さく身震いをした。寒いのか？少し寒くなってきましたね。そうだね。彼女は手に持っていたコートを羽織ると僕の方を向く。そしてそのまま、お？僕の胸へと飛び込んできた。え？人肌の温かさから、待ってね。人肌の温かさが全身を駆け巡る。どうしたん急に？彼女は黙ったまま僕の胸に顔を埋めていた。どれくらいそうしていたのだろう。主人公超イケメンじゃんってか。しばらくの沈黙の後に、トワがゆっくりと口を開いた。桜井さんに伝えなきゃいけないことがあります。私、大学2年生の冬から1年間休学していたんです。やっぱ刹那？それって、はい、母が亡くなってすぐに休学届を出していたみたいなんですけど、身に覚えがなくて。覚えがないって、どういうこと？記憶喪失？母が亡くなってから1年間の自分の行動が思い出せないんです。何を考えて、どこで過ごしていたのか。私には当時の記憶が一切ないんです。記憶喪失ってこと？はい。原因は母を亡くしたことへのショックからだと思います。記憶にない空白の1年。その時間が意味するものは、母は私のすべてでした。その母がいなくなってしまって、私の心は壊れてしまったんだと思います。食事も全然喉を通らなくなってしまって、私の意識はそこで完全に途絶えてしまいました。もうこのままじゃダメだって時に、誰かが私に声をかけてくれた気がするんです。大丈夫だよって。彼女はダメになった私の代わりに、一生懸命生きようとしてくれた。塞ぎ込んだ私の体に宿ったもう一つの人格。二重人格だったってこと？それが刹那さんだと思います。そうか、だから。トワは僕の住むアパートを知っていたんだ。刹那として過ごしてた頃の記憶がほんのわずかに残っていたんだろう。あ、そのないトワのない記憶は刹那がってことだったんだ。黙っていてごめんなさい。でも怖かったんです。私が知らない人が私のことを知っていることが、その人がいい人なのか、どんな関わりを持っていたのか、私にはわからないから。事故や強いショックで記憶を失ってしまう。その結果全くの別人のようになってしまった。ドラマや漫画で聞いたことはあるけれど、まさか彼女がそうだったなんて。だからそのトワは僕の胸に顔を埋めたまま口ごもる。彼女が何を言おうとしたのか僕には分かった。刹那はトワが精神的にショックを受けたことで生まれた別人格だった。一年というトワの心が安定するまでの間だけ。もう会えないってことなんだな刹那には。
体を使うことを許された。いわば偽物の感情に過ぎない。トアが元気でいるということは、刹那にはもう二度と会えないということで、もしかしたら彼女は、刹那は最初から全部分かっていたのかもしれない。だから写真を撮りたがらなかったのではないだろうか。いやー、なんかトアのことを考えてたんだろうな。トアが怖がらないようにとか、刹那という存在がこの世界に残らないように。名前もまた刹那ってのがな。トアに戻るとき足かせにならないように。桜井さん、トアが不安そうな表情でこちらを見つめていることに気づき、僕はハッとする。ああ、ごめん。トアは小さく深呼吸をすると再び口を開いた。私、一人でいると不安でどうしようもなくなる時があるんです。でも桜井さんといると心が落ち着いてとても安心するんです。桜井さんがそばにいてくれたから、私、自分のやりたいことが見つけられる気がするんです。だから、いや、そうじゃなくて、私は桜井さんのことがラブじゃん。いや、でも悩むよな。待って。無意識にトアの言葉を遮ったことに僕は自分で驚いた。君が僕と一緒にいると安心するのは、もしかしたらその刹那として僕と過ごした日々が記憶の底に残っているからではないだろうか。いやー、主人公も優しい。主人公もまたトアのこと尊重してるんだよな。本当の自分の感情じゃないのに、その感、なんだろうな、恋心に身を委ねていいのかっていう心配してくれてんじゃない。私だってそんなにバカじゃないです。そのくらい自分でも分かってます。トアはまっすぐに僕を見つめる。その瞳がゆらゆらと揺れる。私がこの町に来たことは偶然じゃない。刹那さんのあなたに会いたいって気持ちが私たちを巡り合わせたんだと思います。私、出会って、ごめん、出会いって人それぞれだと思うんです。学校が同じだとか、飲み会でとか、きっかけもですよ。たまたま二人きりになった時に優しさに気づいたからとか、不安な時に支えてくれたからとか、私と桜井さんとの出会いが好きになったきっかけが刹那さんがいたからというのは、そんなにいけないことでしょうか。全部わかってます。わかった上で、それでも私は今ここにいて、それは刹那さんでも他の誰でもない、私が自分の意思で決めたことだから。だから私はあなたのことが好きです。私と付き合ってください。うわ、主人公どうするんだこれ。僕の服をつかむ彼女の力が一層強くなる。緊張からか、その華奢な体は小さく震えていた。僕は、うわ、抱きしめてあげたい気持ちと抱きしめてはいけないという気持ち、二つが交差している。ちょっと待って、どっちが正解なんだろう。わかんねえ。でも主人公はずっと刹那のこと大好きだったわけじゃん。刹那がトアを大事にしたいって思ってたからこそ、刹那の思いを尊重して抱きしめてはいけないんじゃないのかな。やっぱどうしたってやっぱ刹那に引っ張られてるとは思うんだよな。でもトアには報われてほしい俺もいる。いや、ごめん、俺泣いてる女の子見捨てらんねえ。抱きしめちゃうわ。ハズレかな。僕は震える彼女の体を力いっぱい抱き返した。その衝動的な行動に自分自身で驚く。頭の中では自問自答が繰り返されている。僕はどうして今彼女を抱きしめたんだろう。それはトアのことが好きだから、刹那のことが好きだから。もう自分の正直になろう。トアの告白から数ヶ月が経過していた。なんか急にリアル。季節が変わり、僕の住む町にも桜が咲き始めている。僕は町で有数の桜の名所を訪れていた。おお、ラブラブしてる。見てください、桜がすごく綺麗ですよ。あ、屋台も出てるみたいですね。アキくんは
何か食べたいものはありますか？隣からは彼女の弾むような声が聞こえてくる。あの日僕は彼女の告白を受け入れた。アキ君、話聞いてる？ああ、ごめん。少しだけ不機嫌な彼女の声色に焦った僕は、慌てて声の下方へ顔を向ける。するとそこには、わあ、かわいい。なんか私服も大人っぽいな。桜色に染まる景色の中で微笑む、トワの姿があった。どうしたの？ぼーっとして。もしかして、退屈かな？いや、綺麗だなって。考えるよりも先に、自然とそう口にしていた。桜が？彼女が期待のこもったような眼差しで、僕を見つめる。どっちも。何それ。彼女は少しだけ、照れくさそうに笑う。目の前にいる彼女を、トワのことを好きになってきている自分がいる。それは少しだけ寂しい変化ではあるけれど、きっと前向きな変化でもあるから。これが恋愛ってことなんだな。だから僕は今のこの気持ちを、この景色を忘れないでいたいと思った。あ、ノーマルエンドなんだこっちは。君に恋をする。じゃあもう一個の方見てみますか。これ、いやだって抱きしめちゃうよ。目の前で泣いてるんだもん。じゃあちょっともう一回選択肢戻るね。はいはい、じゃあトワを抱きしめない。僕は彼女を抱きしめたくなる衝動をなんとか抑えると口を開いた。全部話してくれてありがとう。ごめん。トワはうつむいたまま僕の次の言葉を待っていた。僕は、刹那のことが好きなんだ。そんなに違いますか？私と刹那さんは。うん。君と話をしていくうちに、記憶の中の彼女の存在が、刹那との思い出が、過去になってしまいそうで。僕は最初、そのことがすごく怖かったんだ。でも、そんなことは全然なかった。君は家族をとても大事にしていて、ストーカーまがいの僕にさえ優しくて、自分のなりたいものを探すのに一生懸命で、会って間もないけど、わかるよ。トワさんは、そういう人なんだろうって。君の体は、間違いなく君のもので、だから、君が、本物なんだと思う。僕は、君の偽物を好きになったんだね。子供の頃は、雪が好きだったのに、いつの間にか冬が来るのが億劫になっていた。出版の仕事は憧れで、自分のやりたいことだった。嫌な部分が見えるようになってから、仕事は仕事でしかなくなってしまった。変わらないものなんてないと思っていた。でも刹那への思いだけは変わらなかった。僕は多分これから先もずっと彼女のことが好きなんだと思う。何ですかそれ。トワは僕の胸に顔を埋めたままくすりと笑った。自分の彼女のことを偽物呼ばわりするし、自分から私のことナンパしてきたくせに振るし、最低ですね。ほんと最低だ。私、あなたのことが嫌いになりました。だからあなたとはもう二度と会いません。さよなら。苦しいこれ。彼女は僕のそばを離れるとくるりと背を向け歩き出す。僕は彼女の姿が見えなくなるまでその場で立ちすくんでいた。これ以上一緒にいることはお互いにとって良くないから、自分から別れを切り出してくれたんだよな。そういう不器用な優しさが彼女らしくて、やっぱり彼女はトワという一人の女の子なんだと、そんな当たり前なことに改めて気づかされた。ああ、君の偽物に恋をするってそういうことだったんだな。君っていうのがトワで、偽物ってのが刹那だったんだろうな。なんかいいタイトル回収だなこれ。なんかこっちがトゥルーエンドっぽそうだね。いやでもなんか報われてほしい。ノーマルエンドの方がなんか
って思っちゃうけど、でも刹那のこと考えるとな、刹那だって本当はずっと主人公といたかったはずだしな。楽しかっただろうし、ほんと嬉しそうに笑っててな。でもトアの人格が戻ってきそうになって、消えるしかなくなっちゃったって時、きっと刹那も絶望しただろうしな。主人公はあくまでやっぱ刹那のことを尊重してたんだな。優しさか、それもまた。きっかけなんてものは特になかった。バイト先から帰宅する途中、ショーウィンドウに映る自分の姿をぼんやりと眺めながら、今日が自分が自分でいられる最後の日であることを本能的に悟ってしまった。ということ？ショックではなかった。いつかこの日が訪れることは分かっていたから。それでも残りの時間を考えると、あ、これ切な視点か、焦る気持ちを抑えることはできなかった。最後に彼に会いたいと思った。こんなことならスマホを持っていればよかった。あ、やっぱ刹那が消える最後か。小さな後悔を胸にひたすら走る。あー、これ電話した時の、これでこの最後の電話無下にしちゃったんでしょ。あー、もうダメだ、見たらなんか絶望しそう。アパート近くの公園にたどり着く、頃には、息切れもひどく、冬だというのに額からは汗が溢れてくる。見てくれも気にせず電話ボックスへ入ると、震える手で彼のスマホの番号を押す。もしもし？焦りと不信感の混じったような彼の声。刹那？彼の声を聞いて安心してしまったのか、それ以上言葉が続かない。珍しいね、電話かけてくるなんて。どうしたの？というかごめん、今は忙しくてさ。出張で地方へ出ている彼は。うわぁ、もう会えないじゃん。仕事が忙しいせいか、少しだけ声を荒げて喋る。それでも声が聞けただけで嬉しかった。最後くらいわがままを言っても許されるのだろうか。今から会えないかな。え？今から？彼の驚いた声が聞こえる。ああ、急に言われてもな。ほら、今仕事で出張に出てるだろ。すぐに帰るにしても2、3時間はかかりそうだし、明日じゃダメかな。明日？え、もう強い。もう辛いこれ。今日という日は自分にとっては最後の日でも。あ、バイトだったっけ？うん、明日で大丈夫。うわ、もう彼にとってはなんてことのない一日で、それが少しだけ寂しかった。急にごめんね、仕事頑張って。家に帰ったら荷物を整理してこの街を出て行こう。切なすぎる。明日の自分に彼が恋をしないように。我ながらひどいやつだな。彼に本当のことを言わなくてよかった。言葉にしたらもっと泣いてしまっていたから。大好きだよ、言ってほしかった。もう二度と会うこともできない。大好きな人との日々を思い返しながら、いつまでも受話器を握りしめていた。最後の最後でこれやべえ。
いや、正直に言って会ってほしかったな。彼氏振ったんだぜ、刹那のことを思って。もうね、顔は一緒だって、顔は一緒でも違うって。本当に刹那のこと愛してて涙止まんねえ。すげえな、作者さん。最後の最後でクソほど噛んだし、なんや作者じゃんって。いやー、すげえ。もう刹那のことを思うともう涙止まりません。ということで、君の偽物に恋をする、ここまでとさせていただきます。もう鼻水が鼻詰まってやべえ。超泣いた。はい。本当に面白かったですね、作品。あ、ノーマルエンドで幸せでいいんじゃないとか思ったけど、やっぱトゥルーの方がいいわ。刹那の大事な思いとかね、無限にしちゃいけねえわ。主人公の方が正しい判断だったね。俺が浅はかだった。はい。皆さんもね、もし泣いてたら涙を拭って、気持ちをね、ちょっとリセットしてね。ちょっと主演、今刹那のこと思ってたら、涙止まりません、本当も。それでは終わります。主演でした。またね。